みなさんこんにちは。ハロー、ニーハオ、アニハセヨ。ナルトクロスボルト、忍者ボルテージ、略してニンボルのプロデューサーのユキピーです。この度、ニンボルは5周年を迎えます。リリースしてから早5年、佐藤さんの皆様のおかげです。日頃からプレイいただき、本当にありがとうございます。佐藤さんの皆様への感謝の意を込めて、5周年を記念し、様々なキャンペーンを用意いたしましたので、本日はその情報をお届けします。本日の動画の目次はこちらになります。5周年キャンペーンで実装予定のアップデート情報や、新しく登場予定の忍び、忍録札を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはアップデート情報からです。新しく絆システムを追加いたします。各忍びに1人パートナーとなる忍びを設定できるようになっています。パートナーとなる忍びとその忍びの特定の術を設定することで追撃機能が追加されるなど新たな力を得られる機能になっています。絆システムに関連して登場する新しい種類の術、絆リンク術を使用することで追撃機能の効果が発揮され、パートナーが一定の確率で追加攻撃をしてくれます。また、絆システムの追加に伴い、忍びの忍道レベルが上げられるようになっています。パートナー含め忍びの忍道レベルを上げることで、追撃が成功する確率が上がるなど、その他様々な効果が付与されます。忍道レベルによる強化に加えて、パートナーの一撃が追加されることで、敵に与えられるダメージもこれまでよりもアップします。パートナー同士の忍道レベルを上げて絆を深め、強化した戦力で強敵に挑みましょう。こちらは少しまだ先の話になってしまいますが、12月12日より新しい任務、制圧任務を開催いたします。本任務はマップ上に記された拠点を全ユーザーで協力して制圧していく任務となっています。拠点を制圧することで、認証石はもちろん、任務用の素材や、本任務限定の特別な携帯食料を入手することができます。絆システムに重要な忍びの忍道レベルを上げることで、本任務も有利に進められるようになっていますので、ぜひ育成を進めて挑戦してみてください。続いて、実施予定のキャンペーンを紹介いたします。5周年を記念して5大キャンペーンを実施いたします。ログインボーナスで星6確定ガシャチケットを手に入れることができたり、デイリー鉱石の報酬量が2倍になったりと、忍録札や忍び自身の育成がかなりはかどるキャンペーンになっています。この機会に忍びたちをどんどん強化してバトルを有利に進めましょう。続いてはこちら。期間中ログインすることで最大200連分のガシャチケットを手に入れることができます。1日ログインするたびに10連分のガシャチケットを1枚入手できますので、合計20日間ログインすることで最大200連分手に入れることができます。ぜひこの機会にログインしてお目当ての忍録札を手に入れましょう。それでは皆様お待ちかねの5周年で新しく登場する忍びの紹介に移りたいと思います。まずはこちらをご覧ください。ついにボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズの一式戦で登場した渦巻ナルト7代目ホカゲバリオンモードと内葉サスケ次元一式戦を実装いたします。アニメの中でもかなり盛り上がるシーンの一つである一式戦の時のナルトとサスケがついにニンボルに登場いたします。ナルトとクラマ・サスケの熱い戦いを
インボルでご体感ください。では早速2人の性能を紹介していきます。まずナルトからです。渦巻ナルト7代目ホカゲバリオンモードの忍術はバリオン螺旋岩、バリオン覇権、バリオン美劇、バリオン飛閃光になっています。バリオンモードならではのクラマの尻尾を使って広範囲を攻撃する忍術が多くなっています。極み奥義のバリオン飛閃光ではナルトの圧倒的速さと強さが表現された演出になっています。また高速で移動しながらフロア内の敵に超特大ダメージを与えることができる強力な極み奥義には敵の無敵時間を短縮する効果も付与されております。無敵効果の短縮で守りを崩しつつ自身へのバフ効果で一気に大ダメージを与えられますので、さまざまな任務で活躍する極み奥義です。続いてサスケです。ウチハサスケ次元一色戦の忍術は指定の一手アマテラス悟空スサノオ破断破傷滅撃になっています。忍術の指定の一手ではボルトが螺旋岩を放つどこか温かい演出になっています。それとは裏腹に極み奥義の破傷滅撃ではクラマとスサノオの共闘が見られるとても迫力のある演出に仕上がってます。サスケの極み奥義も敵の無敵時間の短縮が可能なことに加え、味方への攻撃力アップや回避率アップ、無敵付与といった豊富なバフ効果でフロア内の味方全体の強化をしてくれます。クラマとスサノオからのダメージだけでなく、サスケのアマテラスの炎がダメージエリアとして一定時間残り続けて敵の妨害をしてくれるのも魅力です。二人の登場に伴い、ナルト、サスケ、ボルト、カワキの4人をテーマとした演習任務も実施いたしますので、お楽しみに。長くなりましたが本日の動画は以上となります。今回の動画で紹介しきれなかった情報がまだまだありますので、公式 Facebook とゲーム内お知らせをチェックしてください。公式 Facebook では様々なキャンペーンを実施中ですので、ぜひチェック、フォローしていない方はフォローのほどお願いします。ニンボル5周年キャンペーン開催までもうすぐです。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。